ハロー、どうもペンキシです。まあ、というわけで今回は雑談でございます。テーマは、僕の動画は基本的に高評価、低評価を非公開にしてるんですね。なぜでしょう？動画がいい悪い関係なしに、低評価があると、なんかノリで低評価をする人がいるんですね。その気持ちわからなくもないんだけど、それを防ぐために低評価を見えないようにしています。あと、マイクライベントのことなんです。マイクラのイベントのことなんですが、登録者がこの調子だと夏休み前に2000人行くかなって感じなんで、2000人行ったらイベントやりたいと思います。まあまた動画出しますよ。それでは今日はこんな感じで終わります。バイビー。この編集さ、なかなかすごくない？